石とは関係のないところで命は選別されてんですよ。理不尽に。どうして殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間ってのは世の中でいるんです。会うたびに言うことがコロコロ変わるもんだから。どんな人でした三住さんって？高橋自身の恨みとか憎しみとかはなかったです。それが逆に不気味というか。でもたまに女の子が来てたわね。娘さんじゃなかった？あなたみたいな弁護士が犯罪者が罪と向き合うのを邪魔するのよね。なんで裁判長にハガキなんか出したの？憧れていたんですよ。人の命を自由にできるじゃないですか。なんか危険だな。川崎社長強盗殺人事件に衝撃の新事実が浮上した。私に何か用ですか？なんで二人で？あの子よく嘘をつく子ですよ。あんなやつ理解しようとするだけ無駄だぞ。結局検察の根拠は自白だけなんだよ。今度こそ本当のこと教えてくれよ。ここでは誰も本当のこと話さない。誰を裁くかは誰が決めるんですか？